時が経つのも早いもので、とうとう最後の曲となってしまいました。来年もこの銀座の街で演奏できることを願っています。最後にお送りするのは羽村一致おなじみのございました。羽村市立羽村第一中学校吹奏楽部の皆さんでした。盛大な拍手でお送りください。